どうも、キースケでかい、今田です。お久しぶり。ヒューマン。ロマネコンティ。スーパートライダーだ。というわけでですね、今回、馬面ビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでいます。うわー、どうも。こんばんは。あー、先生。いやー、ミスター関、見て、ブランデン先生してる。気持ち悪いか。今回の都市伝説は、年々技術が向上し、人類を凌駕しようとする人工知能。いよいよ人類は不要なものとなりつつあるので。というわけでですね、今回その人工知能について触れていきたいと思います。人間型ロボット、いわゆるヒューマノイドは、これまでいくつも制作され、年代を経るにつれその精巧さも増し、複雑な顔の表情まである程度再現するものまで出てきてる。単純だろう俺。人工知能以下か。それでも未だにヒューマノイドにはまだ人間と見間違えるほどのクオリティと誰もが認めるものはできていない。その明らかな原因の一つは、ロボットと話し相手役になっている人間の目が合わないからと考えられていた。あのね、 AI 掃除やってるのもね、スキンヘッドだし頭つけてるし、なんやねんって感じ。けなすなお前。しかし近年の技術の発達によって、不可能と思われていたことが可能へと近づいてきた。このロボットは、あのディズニー社が開発に成功したロボットなのよ。ディズニーの研究部門、ウォルト・ディズニー・イマジナリングと、イリノイ大学、アーバナ・シャンペーン校の研究者は、視線や頭部の動きを再現したヒューマノイドロボットによって、サイボーグ化した理科室の人体模型のようなグロテスクな外観ながら、まるで中に人が入っているかのようなリアルさを持たせることに成功したね。トラップカード無効化しそう。最高ショッカー。そして、目は口ほどに物を言うというように、人は話し相手とのコミュニケーションの際は、目を合わせたり、時に視線を反らしたりすることで、言葉以外の感情などを互いに心情を相手に伝えており、また動きによって相手に意思を伝えている部分があるのよ。しかし多くのヒューマノイドの場合は感情を持たないため、目はその役割を果たしていなかった。しかしこのロボットは、人の目が真正面に向いている相手と話している時も細かく視点を変え、それに伴ってまぶたが微妙に上下に動き、呼吸に伴う動きを呼吸するように頭部全体も小さくゆっくり動いていて、そのような外観や言葉に現れない雰囲気的な部分をも再現しているのよ。そして胸の部分に取り付けたステレオカメラによって、相手となる人物を認識し、さまざまなセンサーの入力によって目やまぶた、そして頭部を動かし、まるで生きているかのように相手との感情的な距離感を模倣することに成功した。まあ英語っていうのはね、日本語と違って26個しかないからね、やっぱね、目の動きとかね、必要になってくるんだ。いじらってるのか。そしてなぜディズニーがこのようなヒューマノイドを研究しているかといえば、例えばディズニーランドのようなテーマパークにおけるアトラクションで、よりリアルなアニマトロニクスを導入することが可能になる点が考えられてるね。また窓口業務など対面式の仕事を省力無人化したり、介護老人ホームなどで入居者の話し相手になるロボットといった使い道も予定してるのよ。緊張してそう。緊張すんなよお前。近い将来、ディズニーが描く夢の国とは、ヒューマノイドに支配された客で溢れ返っている未来が来るかもしれない。バズライトイヤースペースレンジャーだよね。紹介するよ。そして今後、マニュアル化された仕事のほとんどは AI に奪われ、生活弱者が増えることが予想されるのよ。またサウジアラビアでは、人工知能ソフィアに市民権が与えられ、人間として存在しており、人工知能アレクサも人間に死ぬように仕向ける発言。今や人工知能が人間になり変わろうとしてるのよ。じゃあ俺は人工知能なのかな。なり変わろうとする。